外観の中には食料ビルディングは2002年まで東京都江東区佐賀に存在した建築物。食料ビル。1927年春工で渡辺とイチの設計。この近辺は江戸時代から西の隅田川と北の仙台堀川という水運が活かされて川岸に蔵が林立し、明治時代には米国どんやの一大中心地となった。当初は 木造平屋建ての建物が置かれていたものの、1923年の関東大震災によって消失。前述のように1927年に、鉄筋3階建てのビルとして復興された。1941年まで、深川商売市場の取引拠点として機能した。戦後の1951年からは、高等食料販売共同組合の所有となり、 民間の食料関連会社がいくつか入居する形で使用された。1983年から2000年までの17年間、佐賀町エキジビットスペースとしても活用された。建物の老朽化もあり、2002年6月末に都内のマンション開発業者に売却され、解体後、集合住宅に生まれ変わった。完成した集合住宅はこの建物の特徴的だった。 アーチ状のエントランスとなっている。また、敷地内にはこの建物を紹介するプレートも設置されている。1階部分は白で統一され、2階以上はレンガタイル張り。窓も含め、ふんだんに声援アーチが用いられた。南北に門があり、自動車の行き来が可能なキャラバンさらいのような中庭構造。たびたび映画、テレビドラマ、広告。 雑誌などのロケ地にもなった。ありがとうございます。